さんです。おはようございます。おはようございます。鶴田さん、海外市場の動きどうご覧になりますか。はい、ギリシャ議会の緊縮財政関連法案が可決し、リスクを取りに行く動きがじわじわと強まる中、発表されたシカゴ購買部協会景気指数は予想外に強い数字となり、金利が急騰、ドル円も一時80円台後半まで上昇しました。はい、まあ、それを受けて今日の予想レンジ出していただきましたが、80円の30銭から81円ちょうどですが、ドル円なかなか動かないですね。そうですね、ドル円はこの1ヶ月にわたりおおむね80円台のレンジで膠着しています。はい、ただここ数日株の反発につれてクロス円の上昇基調が著しく、その流れが続けばドル円も徐々に底上げしていくのではないでしょうか。はい、そして注目に挙げていただいたのがアメリカの ISM の製造業景気指数ですね。はい、ギリシャの当面の資金繰りにめどがつきつつ、マーケットの焦点は再びファンダメンタルに戻ってきそうです。朝発表される ISM 製造業景気指数ですが、このところグローバルに製造業関連指数が落ち込みを見せる中、今回の結果に再び注目が集まっています。はい、景況感の分かれ目となる50を割り込むか否かがポイントだと思われますが、今日のシカゴ購買部協会景気指数が予想外に上振れたことを踏まえますと下げ止まる可能性もあり、その場合ドル円は再度81円台を伺う展開になると予想します。はい、分かりました。クレダさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカタイム終了しました。今日も金曜日になりましたね。まずドル円テクニカルを見るとですね、今日は 59.1 ピップスの値幅ですね。ずっとアジアタイム下落していきましてですね、80円30銭20銭25銭ぐらいをつけて、欧州タイムずっと横横でしたが、シカゴ PMI ですかね、一旦下に触れましたが、下値を安値を更新したところで、ウップスっていうやつですね、80円25銭をつけたところで、一気に、シカゴ PMI の指標を交換しまして上昇しましてですね、8時80銭、ピボット、そしてこの黄色のいつものね15月200円目の強力なダブルサポート、ダブルレジスタンスになって反落と、しかし50銭近辺でですね終了ということですね。ブルーのこの50円目あたりでサポートされているのが分かります。これが15分足でして、日足で見るとです。ごめんなさい。一眼足で見るとこんな感じ。一眼足的にはですね、このブルーの50円目、ピボット、ボーリンジャーの上限あたりのトリプルレジスタンスで反落と、下は80円20銭ぐらいですね。30銭ぐらいか。ですね。25銭ぐらいで反発に転じる。ここはシカゴ PMI ですね。ということです。これが一眼足でして、日足的にもですね、まあ、日足的にはですね、もう本当に1ヶ月以上ね、もうずっと横横でしてね、今日も陰線でしたが、カラオジでボーリンジャーミドルで、刺されているような感じですね。というのがドル円。そして今日はですね、スイスを見てみたいと思いますね。ドル水が結構動きましたね、今日は。まあ、ゴールドなんかも下げたんですが、スイスは売られましたね。スイス15分足見ると、そうですね、ドル買い、これもシカゴ PMI でですね、ドル買いに転じましてですね、一気に、下はですね、S1 のちょっと手前で、アジアタイムつけまして、欧州タイムじわじわ上昇で、シカゴ PMI で一気に上昇に転じまして、 R3 も一旦超える場面もありましたが、すぐ戻してですね、 R2 付近で終了ということですね。値幅的には 58.6 ピプス、結構な動きになりましたね。スイスドル水、一眼視的に見るとですね、こんな感じ。一眼視的に見てもですね、火曜日に安値を更新したんですが、水曜日も見合って
木曜日に一気にですね、このトレンド下落のチャンネルを割りまして、こうやってですね上昇に転じて、200MA も一気に超えてきたということですね。なかなかこれはトレンドブレイクで、面白い展開になってきましたね。そして日足的にもですね、こんな感じで今日は強力な陽線がつきましてですね、まあ、デッドキャットバウンスかもしれないですが、まあ、それにしてもですね、このボリンジャーのミドルはですね、もう超えてきましたので、もう押し戻されましたが、今ウィークリーピボットラインで推移していると。ここからもう一度ですね、ボリンジャーミドルをですね超えるようなことがあれば、次はもうこのブルーの 50MA あたりを狙ってくる展開も考えられますね。これがドル水でして、最後にですねユーロを見てみたいと思いますし、ユーロもですね結構下落するんじゃないかなと思われたんですが、結構底が高かったですね。まあ、今晩の ISM 製造業に睨んでるかもしれないですが、まあ、15分足から見るとですね、今日は値幅 90.2 と、比較的高動きな展開で、アジアタイムで、R1 ですね、アジアタイムで R1 の高値をつけてですね 0.4517 一回戻しましたが、この辺がちょうど確かの新規雇用保険失業件数とですね、シカゴ PMI で、株価が一気に上昇したのを受けてですね、じり上げじり上げで、昨日の高値、また、直近の高値もですね、更新して 1.4535 ぐらいまでつけましたね。でつけてですね、あとはそのまま高値引き、ほぼ高値引きで終了と。これは15分足ですね。そして1時間足で見ていくとですね、こんな感じになっておりまして、1時間足もですね、ずっともう今週はずっと上昇ですが、まあ、こういう時はですね、もう金曜日はですね利益確定売りの展開も考えられますね。 1.45 台ですのでね、ちょうど節目でもあります。で ISM 製造業が悪かったりすれば売り込まれるし、まあ、この辺はあれですね、注目ですね。まあ、来週雇用統計も控えてますので、ただもうこのボリンジャーの緑でね見事にね支えられてますんでね、今日金曜日利益確定売り入るかどうかという感じですね。これ1時間足でして、4時間足はこんな感じ。4時間足的にはですねずっと見てたんですが、まあ、若干このね線の引き方が下手くそですが、三角持ち合いのねちょうど上限、今日は R1 なんでその辺のところでね揉み合ってる展開ですね。ここからもう ISM が良ければですね上に抜けてしまう展開も考えられますが、まあ、雇用統計を前にですねこのトレンドラインを抜けるかどうかという感じですね。これは4時間足、そして日足的にもそうですね、日足のこのやはりですねこの2点を結んだトレンドラインがありますので、若干ヒゲが出てますが、まあ、あとこの伸びるとしてもこのボーリンジャーの上限あたりまで、今晩来るかどうかなというところですね。まあでも雇用時計前に出てくるかなというような感じはしますが、まあ、あまり決めつけない方がいいですね。そして最後のウィークリーを見ていきますとですね、ウィークリーはもう大陽線を今週はつけておりまして、またマーシーのピボットも若干ですが上回ってますね。まあ、あとはそのウィークリーの R2 とかですね、その辺まで来るかというような展開です。以上がテクニカル解説でして、また簡単にねブログ、フェイスブック、YouTube を見ていくとですね、ブログはですね、いつものようにこのタイプッシュなのが左の上ね、左の上のデイトレードロックスターさんのライブショー、
アメリカ株についてアメリカタイムだけですが、テクニカル解説で、ね、行ってますのでね、またシカゴの、ね、フロアトレーダーのライブ中継や、まあ、週末には、ね、トレーダーさんをお迎えして今日ですね、今日のアジアタイムには、トレーダーさんのインタビューショーとかも、ね、あるし、週末はもう本当にほぼ24時間、ね、あのテクニカル解説ビデオを流してくれてますんでね、もう非常に、参考になります。まあね、あのね、もう2年以上ね、ずっと聞いてますがね、もう本当にこれだけね、親切にね、教えてくれる人は、もう人間性もね、素晴らしい方ですしね、もうあの2年以上も実績のある方ですのでね、ぜひね、見るといいじゃないかな。もう本当にね、あの、なんか猛殺に出てくるようなね、もうインチキね、あの、サラリーマンアナリストと違ってね、もう自分の財産を毎日かけてね、20年以上も戦っている方ですのでね、テレビに出てくるようなね、銀行のサラリーマンね、アナリストがね、いくら予想外そうかね、当てようかね、まあ、給料ももらえるし、ボーナスももらえる、まあ、そういう世界とは違うんでね、彼らの、その、手数料をもらえればね、もう生きていけるようなね、そういう人たちとは全く違うんで、まあ、非常にね、参考になりますね。あと、勝負感とかね、相場感とかね、やっぱりその辺がね、もう、まあ、銀行のね、そのアナリストが動物園の動物だと思えばですね、まあ、本当にトレーダーというのはね、自分の財産をかけて戦っているトレーダーっていうのは本当にもう野生の動物みたいのでね、嗅覚とかがね、ありますんでね、そういう野生の、嗅覚みたいのをね、感じ取っていただけるといいんじゃないかなというように思います。そして YouTube もですね、最近サブスクライバーの調子が悪いんですが、まああのね、思考を凝らしてね、毎日デイリーリポート、そしてですね、海外の指揮者のね、福島原発の、日本語訳とかですね、まあ、自分なりにね、面白いビデオも作っていきたいなと思ってますんで、まあ、あのビデオ編集とかね、ちょっといまいちまだ勉強中なんですが、まあ、あとは話術とかですね、そのアナウンサー並みのね、喋りをですね、今トレーニング中ですのでね、どん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 面白いビデオを作ってね、BGM とかね、その企画とか構成もね、どんどん向上していきたいと思いますので、よかったらサブスクライブしていただけるとありがたいです。そしてですね、 Facebook もですね、こちらね、どん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 もう毎日50人か100人ペースでね、人が増えてきますんでね、自分の見てるビデオとかね、やはりね、もう本当に日本のマスコミはね、全く当てになりませんのでね、もう自分のね、身分とかね、給料とか家族のためにね、本当のことは言いませんか、日本のマスコミはね。その点海外のね、マスコミ、特に YouTube とかでね、活躍している方はね、もう本当に本音を語る人が、上手な人が多いんでね、その辺のビデオをどんどん紹介してきたらいいなと思います。あのね、もう本当にね、日本のブロガーとかもね、もうインチキランキングでね、なんか組織をみたいで、わけのわかんないブログランキング1位でこの人すごいんだろうなと見たらね、もうわけのわかんないアフィリエーターみたいなね、宣伝のフォローばっかりでね、全くそんなの見てもね、勉強にもならないしね、まああのね、なんかよく初心者を相手にね、これは初心者向けのブログですから、ね、初心者、あのね、相場の世界にね、初心者もね、素人もないわけですからね、自分のお金をね、かけて勝負すればね、もうそんな、ね、プロも素人もね、初心者もないわけですよ。ね。自分のお金をかけたらもう一緒に戦わなきゃいけないわけで、初心者向けとかね、もう本当にそういうのはもう貧困詐欺と一緒でね、もう騙す、まあ本当に相場の世界はね、もう悲しいけれどもね、やっぱりそうやってね、初心者が負けることによってね、成り立ってるわけで、相場の世界はね。もうだけどね、そんな、ね、プロがそんな初心者だからって手加減してくれるわけないんで、それでもうみんなね、初心者がね、何百万も損して、で、プロがそういうお金をね、拾ってってるっていうのが本当の相場の世界であってね。まあだからっつってね、
初心者用のね、解説とかそういうわけないんで、ね、その辺は、騙されないようにね、もう本当に相場はね、見にくいね、もう、それこそね、誰も雇ってくれないようなね、意地汚いね、もう社会のクズのような人間がね、もう人を騙すような平気なような人間がね、相場で張り付いてる場合も多いんでね、そういう人間ね、意地汚いね、連中に騙されないようにね、また業者なんかももう自分たちが手数料入ればいいわけですからね、客が勝とうが負けようが関係ないわけですよ。もうだからもうあの手この手でね、初心者がどうのこうのとかね、シグナル配信がどうのこうのとかね、ね、シグナル配信なんかね、そんなのって儲かるんだってみんな苦労しないわけですよね。9割、相場9割負け組なんですからね、シグナル配信で勝てたら苦労しないわけですよ、みんな。ね。よくわかんない自動売買とかね、EA とかもね、そんなので勝てたらね、みんな誰も働かないって、勝手に自動売買ね、させといて、あとは自分で遊んで暮らしてればいいわけでしょ。ほんで、ね、銀行の ATM マシンのようにね、勝手にお金がジョブジョブね、自動売買で入ってくれば、誰も働かなくなるわけです。ね、それでも、ね、みんな苦労して働いて、お給料稼いでどうしてだよね、その自動売買なんか儲かるわけないんですよ。ね、僕もね、自動売買とかいろいろ試しましたけどね、そんなね、あんなのね、もうみんな、プログラマーとかね、IT エンジニアとかね、そういうプログラミングが得意な人間がね、もう面白半分にいろんなのを作るわけで、何百何千とね、もう実験みたいにしてね、もう全部移動壁のパラメータ変えたとかね、ストキャスのパラメータ変えた、もうそれ何千通りもできるわけですよ、ね。何千通りもできて、そういうのはね、なんか自分のなんかコレクションのようにしてね、それを情報商材とかねして、みんな売りまくるわけですよね。自分は別もうね、痛くも痒くないんだ。そうやってお金を儲けして、してるのがね、もう本当 FX 業者もいくらでもありますからね、またそういうのに騙されないね。またで FX 業者もね、DMMFX のようにね、あんなポルノ業者やヤクザが絡んでるようなね、もう平気でね、そういうのがね、ビジネスしてますからね、もう金融庁も全然、もう、みんな人の財産をかけてね、もう一瞬で数百万、数千万も負けるようなのがね、こういう FX とかね、投資の世界であってね、そんな業界でなんでそんなヤクザやのポルノ業者がね、参入できるんだって、もう金融庁もその辺がよくわかんないですが、ね、であれですよ、もう DMFX なんかね、多分女の子が多い、ね、女のトレーダーとか多いから、もうそういうの破産させてね、アダルト業界にね、引きずり込もうっていうね、もうそういう意図がね、見え見えだと思うんですがね、全くそういうのを取り締まらないという、もう腐敗にね、もうもう役所はね、まあ、今の原子力保安院とかね、見てれば分かりますが、もうどこの官庁もね、財務省も金融庁もね、経済産業省もね、もう本当に腐り切ってますからね、もうあいつらも一回東大出てね、国家試験に受かってね、もうそういう役所に勤めるのも、あともう、あれなんで、もう、殿様商売してね、彼らの商売はもう本当にそれこそね、企業のね、企業の接待、いかにね、もうキャバクラ行くのとかね、企業の接待でキャバクラ行くの、そういうのがもう自分たちの仕事だと思ってますからね。で、いかにもう賄賂で、賄賂をどうやって隠すか、隠してね、もらうか、もうそればっかり考えてるの、それが仕事だと思ってますからね。もうそういう連中にはもう騙されないようにね、頑張ってもらいたいと思います。今週もね、今日で最後ですのでね、今週の儲けを減らさないようにですね、負けないように頑張ってください。それでは失礼します。